徳川氏は徳川家康が創始した日本の士族、新田氏系独がし、徳川氏の末裔を称した際に、家事を用いて徳川と称したことが始まりとなり、江戸幕府将軍家と親族の加盟とした。しかし、徳川家父に記される家系に関しては、尊悲文脈のが哀悼記録に似通った流れはあるものの、 東大資料による検証がならず、徳川氏と家康の家系との同一性は実証できていない。徳川家康徳川氏は、松平氏当主の徳川家康が創始した名字で、江戸時代に成立した藩官府によると、ルーツは三河国の庄屋である松平太郎左衛門の不に無に、婿養子に入った自習の輸行像と伝えられる徳阿弥である。彼は、 姓は源氏系河内源氏吉国流徳川氏の末裔を称し諸国を流浪する中で大浜商名寺で開かれた連賀会での出会いが信主家の養子に入るきっかけと伝えられる。原続して松平近志氏と名乗ったという。なお、親氏を初代とする松平家九代の家康が起こした親氏流松平氏着流である徳川将軍家の他に徳川姓を許されるのは 家康直系の子孫のうちでも特に徳川御三や御三教及びこれらの公子のみであり、これらの家に養子として入る者も家康の団系の子孫たちであった。A69 年、官職を得ていて、阿蘇でもあった松平家康が朝廷の許可を得て家康個人のみが徳川に複製し従位した三河守に助任された。この時、 大木町天皇は、先例のない神聖に対して躊躇したが、吉田兼右が、までの工事家の文書を改中し、新田氏系徳川氏が二流に分かれ、一方が藤原姓となったという先例が発見されたとした。この件には、この絵先久が関与しており、その経緯を子である、この絵のぶただに送った書状が現存している。ここで重要なのは、松平一族が徳川に改正したのではなく、 徳川は、家康個人のみに許される称号であったことである。徳川姓は、家康個人が、松平市内部で、先制権力を確立して、松平一族と家臣団を統制するために、使われたと考えられる。初代家康が、慶長十年に、将軍職と当主の座を辞して隠居するまでに、徳川姓を称したのは、聖主の秀ただただ一人であった。公認される限り十一人いた。 家康の男子で徳川生を許されたのは三男で生死の秀忠及び五三夜のとなる九男、吉直十男、頼信十一男、頼房七月、徳川市生死、松平生から改正したの四名に過ぎない。あとの三名は秀忠が二大当主になって以後に元服したものである。日光東照宮に残る家康の口千安党は すべて源家康となっており、徳川氏が源氏を継続的に称していたことになっているが、これは三大将軍、徳川家光の代である1645年に、参逸した文を補填したとして改変されたものであると見られている。A69 年の序諭は、実際には、ース発見の経緯もあって、藤原家康として行われており、この時点では、藤原氏を称していた。 笠谷和彦は、現時の統領である、足利将軍家に、家康がつてを持たなかっただけでなく、将軍家が当時当主不在であるという異常事態を迎えており、取り次ぎを行った。この江崎久が、簡易創生を行うためには、藤原氏一門である方が好都合であったという指摘を行っている。以降、家康の政治仕様についてはかなり恣意的であり、 藤原氏や源氏をその度ごとに使い分けるなどしている。徳川氏が源氏であるという見解が明確に整えられたのは後のことであり、源氏の名家である木良氏から源義国からの系図を借り受けてのことであった。これを、この江崎久が八九時寄付症の書上で、将軍持ちにつけてのことと指摘していることもあり、家康の源氏なのよりは将軍職就任を目的とした。 1603年の聖遺体将軍就任直前のものであるという見解が渡辺四介や中村隆也の研究以来定説となってきていた。一方で、同時代資料によると、松平氏三代の信仰は、鴨モアソを名乗ったものがあり、松平氏の青い門も鴨のノ氏とのつながりを伺わせるものもあることなどから、実際には鴨のノ氏の部民であるという指摘も行われている。 清康の時代にもすでに安城松平氏は、聖は源氏と名乗ったこともあり、家康自身も、今川からの独立直後である永禄四年に、発給した菅沼氏への安土城にて、源の元康と書しており、永禄四年から六年の間に、五点の成分を含む六点に、源氏の署名が見られる。米田雄介が幹務である、身分け文書にある口、線を調査したところ、 天正14年の県中納言就任以前の口線はすべて藤原聖であるが天正15年などは不明であり天正20年9月徳川家を聖画の価格とする聖火なりの発給の際には厳正となり以降一貫して厳正を称していたことが明らかになっている米田は現時改正を天正20年と見ているが笠谷は樹落行行期で家康が 大納言源家康と署名したという記事を指摘し、天正16年の呪落大行行頃の時期であると見ており、足利義明の出家による将軍家消滅が契機であったと見ている。以降の現存する発給文書でも厳正となっている。1586年には秀田だが豊臣氏を可視されており、家康と共に橋場の名字を許されているが、当事省豊臣。 橋場の許可は大名のみならず遺志等まで幅広く行われていた。徳川将軍家も参照徳川宗家系図判例。一実戦は実施、転戦は用子二太字は当主、数字は家督継承順、三女子及び幼児創生した人物は省略。尾張徳川終尾張徳川屋を参照奇襲徳川や奇襲徳,徳,徳、明治維新の後も徳川氏は、 武家の最上流として家族に偶せられ、宗家は、公爵、御三家は、公爵、御三卿は白爵に劣せられ、現在、徳川家康の子孫で徳川を生徒する家は次の、八家と、その別家である、徳川宗家終わり徳川家紀州徳川家、水戸徳川家一橋徳川家、田安徳川家、清水徳川家、松戸徳川家。現在の子孫は、徳川、 松平はじめ門の会に所属し、その会員数は約600名である。他方、次の家は絶景した。また紀州徳川家は断絶が確定的であり、田安徳川や清水徳川家も断経断絶が濃厚である。尾張徳川家、松戸徳川家の断経はすでに断絶している。2012年、徳川記念財団所蔵が所蔵している、歴代将軍の肖像 徳川家に関連する自治体には以下の都や市町村がある。ただし、数とトヨ千代様サミットや、伊達交流サミットのような市町村連合は今のところは結成されていない。ありがとうございます。